おはようございます。パチンコ必勝ガイドのライターカオリッキーでございます。今回うち来るですね、私カオリッキーは4回目かな。今回はですね、なんとパチンコで実践というお許しが出ましたので、私カオリッキー今回初めてうち来るでパチンコを打たせていただきたいと思います。ちなみに今回のホールさんですね、板橋区にございます成増会館さんです。どうやらここのホールさん今月はガロが熱いということなんですよ。行っちゃいますか、ガロファイナル。乗るか反るかの大勝負、どうですかね、当たりますかね、マカチャンス入りますかね。とりあえず目標はマカチャン入れて、最高何連だっけな、あんましてないんですよ、8連ぐらいかな。なので2桁目指すとかって大きなこと言っとくと大変なことになりそうだけど、とりあえずじゃあ分かった、10連目指します、頑張ります、勝利目指して頑張りたいと思います。それでは早速実践の方に行きたいと思います。はい、それでは1台目ですね、ガロファイナル301番台角台をまず選びました。とりあえずちょっとこれ打ってみてどれくらいかで動くか否か決めたいと思います。とりあえず打ってみたいと思います。話は聞いたぞ、サイズの方が。移動しました。2台目356番台。一応他に気になる台が2台ほどあるんで、この台の動き次第で決めます。話は聞いたぞ、冴島公は。移動してすでに3台目353番台です。そろそろちょっと不安になってきた感じです。ガロに行ったのは正解なのか、やっぱり海だったのではない。もうでも気分がガロになっちゃったんですよね、今日はガロを打とうみたいな。2013年度私この機種ナンバーワンにしたんですよ。よく雑誌とかでね、ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーとか決める企画が大体年末にあるんですけど、それでガロファイナルを1位にした。みんな結構覇者にしてた、僕とタイガー、でも私はガロファイナル。
やばいよ、熱いオープニングや。ある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 。オープニングはやっぱり初当たりに絡みやすいですからね。いきなり当たっちゃう、投資3500円。お願いします。うお、3点敗。熱ー。これでもう落ちます。リーチ何締めてろ、締めてろ、締めてろ。熱いよ、当たるかもしれない、いきなりこれ。しかもね、3点敗。どうしましょう、どうしましょう。そわそわしてきましたよ。あるな、あるな、あるな、これは。なんかちょっと1000円ずつカニ歩き大作戦みたいな感じになってますけど、今3台目でちょうど1500円目入れたとこなんですよ。これでチャンスアップがいろいろ絡んできてくれたり、今あとタイトルの色ですよ。よー、当たったよ、当たるよ。しかも長い、もうパッドインでレインボー出ちゃうんじゃないかぐらいのちょっと今ドキドキ感です。またね、何怖いって、あったら神密ゼロ意外と信頼度の割に外してるんですよ。ここまで行ったから大丈夫だろうって思う。あ、ほら中途半端、まあ、青よりはマシだけど、ここで赤が出ないことへのちょっと不安感、大丈夫かっていう。大丈夫だよね。だから3っていうのも不安なんだよな。しかも図柄さん、毎回チャンスの分で来て、うまいぞ。ありがとうございます。早かった、こんなにあっさり引いていいものか。あまり当たり慣れてない。当たっても大体その単発の方を一旦100回で終わっちゃうんで、リアクションをどうしていいのかわからない。右打ちよ、早い早い。3500、カニ歩き大作戦です。よし、入りました。まこちゃん、金図柄で直で当たったのなんかもうどれぐらいぶりかわかんないな。ここで10連達成したらもう今日のお仕事私は終わりです。目標達成。とりあえずまあ一人でやってるわけじゃないですか、この収録を作るって。みんなでガードとかそういう内容打っちゃうと当たりゼロで終わる可能性ももちろんあるわけじゃないですか。それが一番ちょっと不安だったんですけど、とりあえず当たってくれたんで、緑保留の先読み赤6個かなくはない。いきまーす、せーの、ない。次の緑保留、赤いってほしい。やっぱ保留変が赤いか、ない、先読みもない。やべ、お、2個。赤保留、来た。お願い、スルーは嫌なの。ちっちゃいな、勝手に。あ、でも赤ですね。いいぞいいぞ、頑張れ。あっつ、これは大丈夫ですね。仕込み、なんかこのね、久しぶりに打つあまり名前を結構忘れてる。宿命バトル、これは大丈夫です。せーの、
また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 。赤だったよ、保留。嫌な予感しかしなくなってきた。抜けんじゃないのこれ。お、赤先読みが。お、大です。ただ青なんだよ。先読みはかそんな強くないんですよね。あ、でも3つか。頑張れ。ただ SP ほぼほぼ勝った感じしないからな。お、いった。スイッチオンだった。ボタンが押した時に気づいた。危ない。当たりました。残り66回転、抜けなくてよかった。曲はこれです。あと8連。あー、緑のナンマか。おーおーおー、赤きた。あー、あつや。いいよいいよ。ダメか。まあ、赤保留です。全ては赤保留。ありがとうございます。ありがとうございます。この保留でした。私が待ち望んでいたのは刃だ。ガロガイデン。ガロガイデン。ガロガイデン。今のだ。なんだっけ。もう名前すら出てこない。あれに出てきた子ね。あれ行かない。大きいです。いっしょいしょ。3連ちゃん。いいぞいいぞ。いい調子です。あれなんだっけ、刃が出てきた。ガロガイデン今でしょ。ありがとうございます。よし、3連ちゃん。5連してくれたら同じですね。もう一丁。あ、強い。赤赤。これは両方あるぞ。これ当たって次の保留も当たる。あるよあるよ。いや、欲張んない。どっちかでいい。当たって。残り54回です。ヒール、ヒール、かわいい。弱いな。この赤保留2連続を外すっていうのは一番嫌だ。ここに当たっとこう。お願いします。頼むよ頼むよ。次は頼むよ。信じてるよ。おお当たった。2段階完全に外したと思ってたでしょ。次の保留もあるかもしれない。やだ、乗ってる。今日楽しくなってまいりました。いいぞいいぞ。よし、今日は6万2千発超えを目指します。スペシャルエンディング目指します。これで4連。この保留は赤よ。これ赤なんで2個。弱っ。せーの。だよね。だって保留連の音流れなかったもん。
ありがたい驚きですね。59回転5連チャンスだ。10連目だ。どうしようかな、ここで曲を変えるか変えないか。この流れ的にここで行きたいんですが、結構ね、我が名はガロで止めておくと5連止まりなんですって。こういうオカルトはいらない5連達成。間に合うかな。間に合ったよ初めて見たスイッチオン保留は。わーすごい、残り35回転です。あ、しかもこれで当たるんや。なんかちょっとリベンジ達成した感じですごい嬉しい。やった、乗ってる。私もうこれ5連で終わったとちょっと内心思ってました。やればできる子こうがや。ありがとうございます。いった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 。スペシャルエンディングに着々と近づいてる。夢のまた夢ですが、6連チャン。今日の私はスコアジマ、今日ちょっと戻そう、うん、これが一番乗れる。よし、6連ちゃん、新魔界ラッシュ継続。あと3発で自己最高。なんか今日いけそうな気してきたもん。たまには緑もね、力を発揮してくれるといいんですけど、なかなか当たらん。おわ、赤まで行こう。 OK。 あ、赤放流だった。これ4つなんだ。でもこれは当たるでしょう。せーの、よいしょ、当たりすぎてちょっと怖くなってきた。次当たったら自己最高記録。